死なないと終わらないのかなと思って、子供のことを考えることとかはやっぱ難しかった。難しいですね。なんか死にたい人ってもう止めることって絶対できないんですよ。さあ始まりました、高松奈々チャンネル。本日のゲストは岡本真理さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。元モノマネ芸人の岡本真理です。お願いします。よろしくお願いします。すごいテレビに出てらっしゃいましたね。いやいやいや、もう全然あのサンミュージックでさんでしたよね、はい、太田プロでね。近いんですよね。もうよく存じていて。いや、そう、ありがとうございます。はい、本も良かったです。ありがとうございます。はい、嬉しい限り。の息子6歳がもう選挙行くって、世界を守るためって、はい、ちゃんとそうやって人の人生をありがとうございます。いやいや、そんなこと私も嬉しいです。岡本さんのお子さんにまで届いてるて、はい。いや、ちゃんと6歳に届いてるってすごい、ね。6歳ってすごいですね。ね、めちゃくちゃ嬉しいです。岡本さん今どんな活動されてるんですか。今は私主に3つしていて、まあ一つはもうあの、皆さんがパッと見てわかるようなことだと、あの化粧品の配信とかメイクの配信とかを企業さんに向けてやっているのと、あと二つ目が制作で、もともと2018年ぐらいに生きる道は一つじゃないをテーマにした映画の原案を書いて映画の制作をしていたんですけど、今そういう生きることをテーマにした今アニメーションを作ったりしています。で、3つ目が講演会で、生きるために頑張らないとか、あと交流力をテーマにした講演会をしています。その講演もご自身がその、はい、ね、そういう自殺未遂をされたというようなこととか、はい、そういう経験があってされてるってことですか。そうですね、あのその講演やろうと思ったのが、本当精神病棟に3ヶ月入院してた時に、今後どうしようか、あ、今いい、こんなにいい経験をさせていただいてるなら、ここから何か自分が生き方とか生きることに対して向き合ってで発見して講演会やりたいなっていうことがきっかけで、今日はぜひその、まあ、生きづらさのことですとか、はい、まあ、どうやったらそれが少し前向きに捉えられるのかとか、そういう点についてお伺いできればと思っておりますので、はい、もうちゃんと初出しもいろいろ用意してきたので。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まずですね、はい、自殺未遂されたって聞いて本当に私驚いて、はいはい、あのなぜそこまで追い詰められたんですか。まあ、精神的なことが理由で、やっぱ一人の問題じゃないので、ちょっと傷つく方とかもいるので、詳しい内容っていうのは言えないんですけれど、当時2年ぐらい辛い時期が続いていて、当時カウンセリングとかにも通っていたんですよ。励ましていただいて、どうにかまた生きていける、やっていけると思ったら、また同じ状況が繰り返されて、なんか自分の中で心の救いがなくなったというか、あれ、これなんか死なないと終わらないのかなと思って、死んだら問題の解決が見えるじゃないんですけど、結構そこまで行ったことが原因でした。特になんかどういうところがご負担としてあったんですか。これは多分学校で受験頑張ってるとか、仕事でを頑張ってる人とかでも共通することだと思うんですけど、例えば自分がこのことには触れたくないっていうところに触れ続けちゃったのかなと思って、で言える範囲だと遺品整理とか、そこは多分なんかネットニュースの記事に出てきたんで、多分言っていい範囲だと思うんですけれど、結構自分としてはいい子で思われたいとか、あ、ちゃんと頑張ってくれてるって思われたいがゆえに、ちょっと頑張りすぎちゃったかなとは思っています。きついですよね、遺品の整理とかして。いや、でもね、多分当時はもうそこも麻痺しちゃってたのかなと思っていて、ね、でもやっぱ精神病棟に入った時にいろんな人と話したんですけど、やっぱり頑張りすぎてる人が多かった気がしますね。その時になんか誰かに相談できる人とかっていなかったんですか。そこで弱音を吐いたらいけないと思っちゃっていなかったんですよね。でもやっぱ時々ちょっと泣いちゃったりしてたのでっていうのあったんですけど、でカウンセリングの先生に、まあその1年前のこととかも話したら、岡本さん誰でも岡本さんみたいな環境でいたらこうなりますよって言われた時に、なんか初めて同調してもらえたじゃないんですけど、あ、味方でいる人がいたっていうので救われた部分はありました。死のうと思った時に、はい、子供のことを考えることとかはやっぱ難しかったですか。難しいですね。なんか死にたい人ってもう止めることって絶対できないんですよ。だからこそ私はもう死にたいと思う人がもう死にますって決める
までの考えにならない、もっと手前のために講演会とか作品作りして最悪の業態にならないようにっていうので発信はしているんですけど、やっぱ自分の経験上を当時死にたいと思ってた時って黒い穴みたいなのが起きてきて、そこにブラックホールみたいに吸い込まれる時って他のことも考えられない。子供のことが好きっていう気持ちもあるし、あ、死んだら痛いんだろうなとかあるんですけど、もうそういうこと考えられない状況になるんですよ。でもそれって本当に5分とか10分の時間で終わるので、それを越せれば生きていけると思うんですね。でも絶対そこの5分10分に誰も助けてくれる人がいなかったら死ぬんだなと思うので、そこに入った人を助けることってもう腕を引っ張ってもうダメって言うしかないので無理なんだろうなと思ってます。はい。どういうご状況だったんですか、自殺未遂というのは。2回ぐらいあって、1回目の時に多分薬を飲みすぎてしまって病院まで運ばれていました。その後すぐに精神病棟に入られたんですか。3日後ぐらいに多分入院してますね。そういう行為をしてしまったので措置入院っていう、入ってくださいっていうので強制的に入れられたので、本当に牢屋なんですよ。私の病院はかもしれないんですけれど、そこでなんか1日2日見て落ち着いてたら大きい部屋に移すみたいな感じなんですけど。どういう治療をするものなんですか。びっくりするほど治療がなくて、これ精神病棟に入院したんですけど、3ヶ月、病院によってゆりけりなので全てのところがこうだよっていうわけではないんですけど、私が入院したのはまず毎日主治医の先生に会えるわけじゃないんですよ。で、会えない日もあって、診察してもらえないのって思って、で、まあ、毎日毎日処方される薬を1日、2回か3回飲んで、朝5時ぐらいに起きてかな。で、7時に朝ごはん食べて、12時にお昼ごはん食べて、6時か5時ぐらいに夕ごはん食べて、もうあと全部自由時間なんですよ。で、何にも治療っていう治療をするわけじゃなくて、3日に1回ぐらい主治医の先生にどうですかっていう感じで、診察受けるんですけど、もうその時に、カウンセリング受けたいですって言ったら、入院中は受けれないんですよって言われて、受けれない、どうしたらいいですかってなって、精神病棟で働くお医者さんの友達に後から聞いた話だと、そういう入院って、頑張りすぎたり何かやりすぎた人が入ってるわけなので、もう休ませるための時間らしくて、だから何にもないらしいんですよ。っていうことをもっと早く知りたかったなと思ったんですけど、とにかく何もなくて、だから当時は結構自分なりに置き換えました。ここは病院じゃなくて熱海の旅館だと置き換えて、私は頑張りすぎたから一人でこもってるみたいな、ちょっと楽になりました。そこはなんかネットとかも使えるんですか？使えないんですよ。1、2ヶ月目ぐらいにちょっとようやく先生がいるもとで携帯をいじれる時があって、もう LINE がピカ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 ってもう止まらなくて、仕事の催促とかどうなってるのとかクレームも多く入っていて、その時にもうすぐにLINE のネームみたいなところに、すみません、入院中ですってやったら、その後すぐに松村邦弘さんから LINE が入って、コツコツバカになってねって一言来て、ちょっと、もうバカになろうと思って、もうだからこの LINE いろいろ来たけど一回忘れようと思って、だからその松村さんの言葉にも救われました。3ヶ月やっぱりかなり気持ちは変わりましたか？めちゃくちゃ変わりましたね。やっぱり1ヶ月目はもうなんで入院させられなくちゃいけないんだろうっていう不満もあったし、あと全てを失った不安と悲しさもあったし、最初は結構自分のことで傷ついていたんですけど、今までって愛に対して見返りを求めてたんですよ。愛したいし愛されたいって思ってたんですけど、1ヶ月目を過ぎたあたりからもうなんか今までのどんな辛い経験よりも、もう当時ね、子供とも面会できなかったので、その子供たちと会えないことが、その辛さを超えた瞬間に、もう自分のことどうでもいい、もう子供だけが健康で過ごしてくれたらいいやと、そのために自分が健康に行きたいって、だからもうくよくよ後ろとかもう前を見すぎないようにしようと思って、今の自分に向き合ってそうやって健康的になれたのかなと思います。なんかニュース見たら、今北朝鮮がミサイルを発射しましたみたいな感じのニュースをやってたんですよ。でもそれを見て、そのミサイルがここの病院に飛んできて爆発して私死んじゃったら、今こんなに悩んで苦しくても一瞬で過去も未来も消えるなと思った瞬間に、そっか、
過去って存在しないし、言えば未来も存在しないから、うん、今だけを見ていきようと思った時にすごく楽になって、今何がしたいかというと、もう子育てがしたかったので、もう子供が幸せだったらいいなと、もうそれが本当に幸せだなって、それに気づけた時にすごく楽になりました。ご家族の反応はどうだったんですか？退院した時も。いや、当時ね、いろいろ迷惑かけたので、本当に私のことで。でも、姉とかは、いや、マリーはすごく頑張ってよって言ってくれたので、そこでは救われました。ご両親はどんな反応？いやでもあえて多分触れられなかったんだと思います。優しく見守ってくださってたって感じ。いや怒られる部分もすごい怒られましたし、勝手にいろんな勝手に離婚しちゃったりとかもしたので、子供だけはしっかり育てなさいって言われてたので、まあ、そこには自信があったので大丈夫でした。退院した時のお子さんの反応はどんな感じ？でもね、子供も子供でちっちゃかったので、私が入院したのも多分気づいてないし、あ、ママが久しぶりに来たみたいな感じで、2歳11ヶ月ぐらいだったので。その間はどなたがお子さん見てるんですか？あの、実家に預けてました。退院後の生活はどういう形だったんですか？その心は安定されてたんですか？そうですね、退院後もやっぱ仕事とか個人でやったりとか、あとお金稼がなくちゃとか言うので、結構パツパツに忙しかったりダメージも食らったりしたんですけれど、でもその時は本当にそんな悩みすぎないっていう風に言い聞かせてやってたら、なんかうまくいくようになりました。何がその心が安定する要素になったんですか？認めることっていうか、自分自身、なんか今までってコンプレックスって隠しているから苦しいじゃないですか。でもなんか認めて許してあげたら、コンプレックスって個性になると思うんですね。もう認めて許してあげたんですよ、自分のことを。すべてまだ自分のことを好きになろうと思って、そうしたらなんかすごく生きやすくはなりました。死にたいと思うことはもうないんですか？たまに今もう行きたくて行きたくて仕方がなくて、もうサプリメント調べて病気にならないようにしたりとかカバンには防災グッズみたいなの入れたりとか、今は死にたいと思うこと絶対ないで、なんか前兆とかもないんですけど、なんかこのまま行くとやばそうだなみたいな。でもそういうのは本当にあって、単純に仕事が忙しくて休む暇がない時ってあって、結構しかもイライラもしてくるので、あ、これやばいなと思って、もうその時はもう携帯を枕の下に隠して違う部屋に行ってサボります。どうすればその自殺未遂をしなかったと思いますか？やっぱり環境を変えることだと私は思っていて、これを見てくださる方で、例えば受験勉強が辛いとか、今の新しい職場が辛いとか、家庭が辛いとか、いろいろあると思うんですけど、多分その環境じゃなかったらそうならないじゃないですか。だからなんか思い切って環境を変えることってすごく大事なんだろうなと思います。仕事のこととかね、職場のことだったら会社変えればいいとかかもしれないですけど、ご家族のことだと難しいくらい。そうですね、やっぱずっと子供といたいっていうのもあったり、急にね、なんかパートナーがいなくなる環境を選ぶっていうと不安にもなるんだろうけれど、まあ、なんだかんだ生きれるので、もっと適当でもうのほほんと、それを離婚しちゃったガハハぐらいで笑ってた方が生きるのは楽なのになと思います。よかったですね、そういうふうに思えるように岡本さんがなって。もうでもやっぱそれは本当、お笑いの環境に近くで働かせていただいた経験があって、何でも真面目すぎて、あ、申し訳ないですとか、あ、こんなことを世間には言えないとか言ってたら、もう息苦しいので、もう何でももうさらけ出してネタにした方がみんなが生きやすいのかなと思って、うん、笑ってよくネタにしてます。その今生きづらさをテーマにされた作品っていう、はい、結構作られてきたと思うんですけど、はい、そのご友人の死のこともそうですし、はい、ご自身のことをアニメ化されたと思うんですけども、はい、特にどういうことをなんか伝えたいと思って作られてるんですか？誰かの人生が楽しく生きれますようにっていうことをテーマにしていて、青の帰り道っていう映画はちょうど思春期の男女のことを描いてるんですけど、やっぱ思春期の時って経験値がないからこそ余計苦しくなったり道が閉ざされたりすると思うんですけど、そういう人たちに生きる道は一つじゃないよっていうことを伝えたくて作って、で今その公開してるアニメーションの方は、子供に対して愛を与えて満たされて、子供が愛情を感じられてすくすく育ってほしいなと、で親自身も愛を与えてることで幸せになってほしいなっていう意味で作ってはいるので、なんだろう、私がやってるのはもう今、はい、もう死にたいです、自殺したいですっていう
ことを止めることって絶対私はできないと思っていて、そうならないために子供とか若い子とか経験がない人がいかに自分が元から生きやすい環境で生きれるようにっていう、そういう思いで作ってます。反響はどうですか？やっぱ映画とかアニメでもたまに DM とかいただくとすごく長い文で、なんか今の自分自身がすごく楽になりましたとかあると、なんかその一人の言葉がすごく嬉しくて、なんだろう、その一人の人のにも家族がいたりとか人生があるじゃないですか。そこを救いたいなっていう思いはあったので、すごくやりがいがあるなと思います。ご友人の自身もね、映画にされてると思うんですけども、それはなんか今も難しいかもしれないんですけど、どうやったら受け止められたんですか？まあ、彼女が死んだことはやっぱり今も受け止められないですし、なんかずるいんですよ本当に。なんか悩まずに人を傷つけてる人いるのに、なんでこんなに周りに気を使って優しくしてくれてる人がこんなに悩んで死なないといけないんだろうって、もっとずるいことしてる人いるじゃんとか思うんですけども、そういうのがすごい悔しくて、真面目すぎないでいた方がいいなって思いましたね。芸能界見て思いませんか？なんかこそこそ遊んでる人の方がうまく出てたりしませんか？いや、わかります。わかりますよね。これわかりますよね。当時17歳でアイドルやってた時に6人中出ても私人気ない方だったんですけど、はい、彼氏いなかったんですよ。真面目だから彼氏も作らずに真面目にやって、でも、はい、一番売れてた子3人ぐらいは彼氏いたんですよ。なんで私彼氏作らないで頑張ってるのに彼氏いる子がなんか好かれてるのと思って、真面目に過ぎない方がいいなと思いました。そうですよね、適度にやっぱり手を抜けたりすることって大事ですよね。そう、私もあんま抜けないんで。そう、悩むことあるんですか？めっちゃありますよ。あるんで、どうしてるんですか、そういう時？高級な寿司をウーバーで取りますね。やっぱそこはすごいですね。いやでも。とかネットフリックスとか見て、もう現実逃避しますね。うん、韓国ドラマを見て。現実としっかり向き合わないことって大切だったりもするので、そこの環境から違うところに行くとかって本当に大事だなと思います。うん、なんか私は話したりもしますね、結構。なんか NHK 辞めるときぐらいに、本当に辛くて死にたいなと思っちゃって、正直に言ってましたよ、なんか電話して。死にたいと思うぐらい辛いんですけど、話聞いてもらえませんかって言ったら、大体みんな聞いてくれるから。立花さんとかに行けるって。誰に連絡してたんですか？でも NHK の上司とかも連絡したりとか、なんか何人か聞いて、なんか数人ですけど、ちょっと聞いてもらったら、だいぶ楽になって。話したら楽になるとかもありますよね。やっぱね、人にもっと頼っていいんだよっていうのはね、伝えたいですよね。まず第一に言いたいのは、そうやって精神的に悩むこととか、精神科に行ったりとか、あと薬飲んだりとか、そういうことを恥ずかしいと思わないでほしいなっていうのは思います。でも今ね、いろんな影響力のある人がそういう発信を続けてくださっているので、すごく、受け止めてくれる環境になっているのかなと思うんですけど、真面目に頑張って、頑張りすぎちゃって心が疲れたことに対して恥ずかしいとか、親に言えないとか、職場に言えないとか、友達とか恋人に言えないとか、そんな風に思わないでほしいなって。心が疲れちゃってちょっと病気になってしまうことは何も悪くないよっていう風に言いたいですね。今は生きてて楽しいですか？めちゃくちゃ楽しいです。今日ね、奈々さんと会うのも楽しみにしてたんです。今後どういう風に生きたいとかってあるんですか？まあ、私自身の個人の目標はもう子供をハッピーに育てることなんですけれど、まあ、せっかく自分自身も死にたいと思ったことがあったりしたので、それってなかなか、しかもこんなにね、今ね、入院生活のことを話したりとかしているので、そういう苦しい思いをしている人をちょっとでも楽にさせれたら嬉しいなと思っています。最後にお伺いしたいんですけども、はい、今死にたいとか生きづらいと感じている人にメッセージをいただきます。自分自身をちゃんと褒めて慰めてあげてください。もう自分自身でそんなに頑張って
ってるから辛いっていうのはすごくわかるので、ここまでよく頑張ってこれたよねって、こんなに真面目に向き合ってたから辛いよね、死にたいと思うよねって、まず自分自身で自分のことを褒めてください。だって別に人の悪口を言ったりとか、誰かを傷つけたり暴力振るったりしてるわけじゃないじゃないですか。過去のこととか未来が不安だったりするかもしれないんですけど、本当に生きてるのって今だけなので、まずは今の自分の心と体にすごく素直になってほしいです。今の自分が疲れたら一回休んだり、勉強するのを休んだりとか、仕事を休んだりとかじゃないですけど、まず自分の心と体にちゃんと耳を傾けてほしいなと思います。もっと楽に、もっとそんな考えすぎずに生きてほしいです。頑張らなくていいので、絶対どうにかなるので、じゃあ明日ハッピーになるのっていう問題じゃなくて、まず一番大事なのは今のあなたがしっかり休まることなので、今のあなたの気持ちが楽になることなので、とりあえず今休んでください。でそれを3日間とか1週間でもいいからしないと、いい考えも浮かばないし、いい環境にも行けないので、まず休むっていうことを全力に頑張ってほしいです。じゃあ今休んでも将来不安とかなっても、地球が爆発したらもうそんな将来もないので、とりあえず今の自分がハッピーになるようにしっかり自分自身のことを褒めて休んでほしいなと思います。本当ありがとうございます。なかなかお話しづらいこともたくさんあったと思うんですけども、たくさんお話しいただいて本当にありがとうございました。こちらもありがとうございます、はい、岡本真理さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ごきげんよう。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。